コロナバイオス。おーまいがし、フィリピンから出れなくなりました。今、私、フィリピンで観光に来てるんですけれども、まあ、1ヶ月の観光でですね、2月の21日から3月の23日までちょっと観光でちょっとブログを撮ってるんですけども、ブログを撮って1万人行けるまで帰れませんみたいなことをやっていたんですけれども、まさかのフィリピンに、COVID-19 が来て、もう、本当に、もう先週ぐらいに、まあ、数人、まあ、10人ぐらいになりました。ってなった瞬間からもう、バーってもうなんかいろんなところの、例えば、外出ちゃダメ、なんか、何々したダメ、何々したダメっていうのを、もう、ドゥテルテ大統領はもうすっごい素早い対応でバーってもう閉めてったりとか、まあ、ここには行くな、どこには行くなみたいなことをしてったわけですよ。ね、その、まあ、食料とかも買いためといてください的なね、ことをしてったわけで、まあ、ビザがないわけですよ。まあ、1ヶ月しか、ビザって、もともと取れなくて、こう、伸ばさないといけなくて、まあ、今日ちょっとそれを言ってこうかなっていうところがあるんですけれども、まあ、今の現状をちょっと話すと、今自分、ケソンシティってところにいるんですけど、で今そのメトロマニラってところがこう封鎖されてしまって、もうどこにも出れないんですよね。そのメトロマニラから出れないし、入ってくるのもなかなか大変で、なんかすごい ID とかなんかすごい厳しいらしくて、で今日一緒にビザの申請を手伝ってくれるって方が、フィリピンの方がいたんですけど、それがちょっとそのメトロマニラ外から入ってくる方でやっぱ来れなくなっちゃったんですよ。なんでまあ今日はちょっと一人で行ってこようかなっていうふうに思ってるんですけど、まあこう外にも出れない、中にも入れないっていう状況で、でまあ自分は飛行機のチケットとかもあったんですけど、まあ、それも伸ばしてもう出れないんで、4月の14日からは多分動けると思うんですけど、またこう2点3点話がいろいろ変わってくると思うんで、まあ、ちょっとそのところ大変ですよね。で今ここだと8時20時から朝の5時まで外に出ちゃいけないんですよ。外出禁止。まさかの門限が8時っていうね。小学生以来ぐらいじゃないですか。わかんないですけど。いつも、行ってるカフェがあるんですけど、そことかも5時で閉まって多分みんな帰って、で、まあ家で待機ですよね。だからこのフィリピンと日本の差ってすごいなと思ったのが、フィリピンはドゥテルテ大統領がもうコロナウイルスはやばいから外に出るなって言ったじゃないですか。そしたら外誰もいないんですよ。いつも車がバーって走ってる道とかがあるんですけど、そこ覗いてみたりすると車がほんと1台もいなかったりとか、ちょっと思ったんですけど、10台ぐらいいるんですけど、まあ本当に外出ない、いつもはそこ渋滞です。もう渋滞で全然通れなかったりするところが、もう今はもうパッタリ人もいないですね、外。日本は、なんかそういうのがないじゃないですか。一応、竹下通り人がいないとか、どこどこ人がいないっていうのは結構見たりするんですけど、まだまだ色々外に出てたりとか、っていう状況とかをツイッターとか、インスタとか、まあ、身内とか友達とかから聞いたりすると、まだまだなんか、ちょっと対策が足りないのかなとかと思うんで、皆さん本当に気をつけてください。マジでもうかかってからじゃ遅いなっていうふうには思うので、ぜひともお気をつけくださいませ。ってことで今から僕はね、イミグレーションに行って、こう、あれしていきます。エクステンションしていきますんで。Hey, hello everybody. So I'm here in the Philippines. So Philippines is the too hard situation right now because just now is a lockdown in the Metro Manila. I'm coming here from February 21, right? And then, so my visa is the February 23rd. But I cannot back to Japan because just now is lockdown, that's why.So I need to go to the immigration and then extension my visa. So in the Manila, everybody cannot go outside from 8 p.m. to 5 a.m. Right? Oh my gosh! I'm looking outside. Is nobody there? I'm surprised. Your president said that no go outside, right? Everybody accept and then no go outside. I think it's really good things.Because in Japan, somebody is go out there. There's no lockdown, but a lot of coronavirus in Japan than Philippines. And then you should wash your hands, wash your face, wash your body, put the sanitizer. And if you go outside, you need wearing mask. Don't touch anything. If you touch something,And you should the sanitizer and don't touch eyes, don't touch mouth, you know, okay? Anyway, please be careful, everyone. To be safe, everyone. And then, but it's okay, this situation. Because I shoot a lot of vlog in my room. I'll post a lot of vlog, continue. And then please watch my vlog this time. So I'll go to the immigration and extend. それでは皆さん、私ですね、イミグレーション、税関、
あ、イミグレーションって税関だっけ。それではまたお会いしましょう。ブワッ。だって実際に今これやってたお店がマクドナルドとスーパーマーケットとジョリビーとあとチャタイムっていうタピオカ屋さんとあとなんかなんだっけあの薬局ワトソンみたいな名前の薬局だけやってた。もうあとは全部お店閉まってた。この SM モーラー。Hello, I'm back in my condo. I get the this one. Yeah, I can extend to the April 21st.今ね、ビザの申請手続きができまして、4月の21日までいることになりました。Until April 14th is, my visa is the April 21st. ってことでね、まあ、本当に皆さん気をつけていただいて、手洗い、うがいと、あとアルコールでね、消毒していただければというふうに思っております。またね、随時いろいろ、報告していきたいなというふうに思ってるので、ぜひともね、またいろいろ見ていただけたらと思います。私の SNS と。ということで皆さんまたお会いしましょう。See ya! Thank you very much for everyone. Thank you for watching today. So I'll post the next vlog is Okada Manila, but I'm not just now is editing. Okay, Paul. See ya!